アサクリなどを手掛けたジェイド・レイモンドさんが設立したスタジオ、ヘイブンスタジオがついに SIE に買収されて、プレイステーションスタジオの一員になりました。おめでとうございます。まあ以前からね、SIE からの出資を受けていたりして、この買収は予想通りだったなって言おうと思ったんですけど、考えてみたらこのスタジオの買収ってすでに発表されてたんですよね。3月に。なので買収が予想通りとかそういう話じゃなくて、一体なぜ同じ発表をもう一回してんのかいっていう話なんですけども、ちょっと調べたところ、3月の発表は買収が始まりましたっていうのを伝えるためのもので、今回の発表はその買収が無事に完了したことを伝えるためのものだそうです。まあそれだけの話ならわざわざ動画にするような内容でもないんですけども、今回の発表に伴ってゲームズインダストリー .biz さんからヘイブンスタジオのジェイド・レイモンドさんのインタビューが公開されて、そのインタビューの中で非常に面白い内容、具体的にはソニーがどうしてヘイブンの買収に踏み切ったのかについての話がなされました。先に言うと、買収した理由は作ってるゲームが面白そうだからが中心ではありません。もちろんね、ゲームを欲しいんだろうけど、そこがメインではないんですよ。もっと将来を見据えたような SIE のこれからのゲーム戦略にもっと深く関わってくるような、そういった理由がこのインタビューから浮き上がってきます。まずこのインタビューで話されたのは、3月の発表時点で行われた別のインタビューの時点と比べてのスタジオ規模の成長です。ヘイブンスタジオはこの短い間にスタジオをおよそ倍の100人規模まで成長させています。で、最も成長した部分はリサーチ&デベロップメント、まあ要は R&D ですね、いやクラウドの開発に関わるチームです。ではそのチームが何を開発しているのか、まあ当然ね、名前から分かる通りクラウド技術なんですけども、その技術の利用先っていうのが皆さんが予想している部分とは少し違うかもしれません。クラウドゲーミングのような利用方法ではなく、ゲームの開発においてクラウドを有効活用しているんです。でもちろんクラウドゲーミングっていうのはジェイド・レイモンドさん自身、 Google のスタディアに、スタディアの開発に携わっていた時期なんかはそういった経験はね豊富だと思いますけども、そっち方面ではない、要はモバイルで、ゲームが遊べますよとかそういうものではない、どちらかというとゲームを開発している間でクラウドを有効的に取り組んでいこう、取り込んでいこうとかね、そういった話です。で、ヘイブンスタジオが現在開発に取り組んでいるのはライブサービスゲームというふうになっております。これは以前のインタビューとかからすでに分かっていることで、プレイステーション5独占のライブサービスゲームということがすでに発表されております。で、ライブサービスっていうのは常に拡張コンテンツを出し続ける必要があるんですよね。まあ、ライブサービスの定義からして拡張コンテンツ出さなかったらそれは買い切り型のゲームですので、週ごとだとか月ごとだとか、2ヶ月ごとだとか、まあゲームによってね、違いはあると思いますけども、とにかく安定してコンテンツ、拡張コンテンツを出し続ける必要があるんですよね。でもちろんこのヘイブンスタジオ倍に成長したっていう話をしたばかりですけども、やっぱり100人規模のチームなんですよね。でそのサイズのチームでこの安定供給、コンテンツの安定供給っていうのは簡単なことではないはずです。でそれを何とかするためにクラウドを利用しているそうです。クラウド上で様々な操作っていうのを自動化することによって、ライブサービスコンテンツ制作、要は拡張コンテンツの制作の効率化を達成しようとしているそうです。ヘイブンスタジオっていうのはパンデミック中に設立したスタジオっていうね、ちょっとユニークな立ち位置にあるんですよ。他のスタジオの場合はすでに設立されていた、でパンデミックが来ちゃって、リモートワークが増えたみたいなね、そんな感じの構成だと思うんですけども、ヘイブンスタジオはそうじゃなくて、もうスタジオ設立時点で 100% リモート展開していたそうです。もちろん最近だとそのパンデミックが落ち着いてきている地域とかにいる人にとってはオフィスワークに戻っているっていうこともねやっているそうですけども、従業員にとってオフィスワークじゃなくてリモートで働きたいっていう人にとっては割と自由にその選択をさせているそうです。で先ほど話した通り 100% リモートで展開していた時期もあったので、そういった経験はかなり豊富なんですよね。でその時に得られたノウハウっていうのをコンテンツ制作に流用しようとしているわけです。このノウハウをコンテンツ制作に流用しようとする過程で生まれたクラウド上のゲーム開発プラットフォーム、これが SIE の目に留まったそうです。結構鋭い方ならもうここで話の展開はある程度つかめてきたんじゃないかと思います。ヘイブンスタジオがここで開発しているクラウド上のゲーム開発プラットフォームっていうのが、序盤の方で話したようなゲームのコンテンツ制作を効率化するためのクラウド上での開発自動化の部分っていうふうになっているんですけども、
ソニーの方にちょっと目を向けてやると、これからの5年間の間でライブサービスゲームを10本出したいとか、そんな話だったかな。でこれは、ファーストパーティー、セカンドパーティー、サードパーティー、いろいろありますけども、当然その中にはファーストパーティータイトルもたくさん含まれるわけです。一応ラスアスの、オンラインマルチのやつ、ラスアス2のオンラインマルチのやつか、もうそこに含まれていたりしますし、他のスタジオからも FPS ジャンルのものもあるでしょうし、他のジャンルのものもあるんじゃないかと思いますが、そういったライブサービスタイトルたくさん出てきます。でそのライブサービスタイトルの開発を援助するために最近行われた買収っていうのがありましたよね。まあ、バンジーのことを言ってるんですけども、バンジーが買収された理由って別にデスティニーを独占タイトルにするためとかそういうあれじゃないんですよ。あくまでもデスティニーを大成功に導いた開発チーム。で、この開発チームのノウハウっていうのをプレイステーション自身が開発しようとしているライブサービスタイトルに分けてもらう。で、そうすることによって自分たちが出そうとしているライブサービスタイトルを大成功に導こうとしているというふうなものです。別に、まあ、当然デスティニーも惜しかったんでしょうけども、デスティニーメインではなかったんですよね。で、そこに通じるものがあると思います。ヘイブンスタジオっていうのは、当然それ単体でライブサービスゲームを開発していて、それも受け取ろうっていう風な意図はあったはずですけども、それ以上にヘイブンスタジオが開発のために利用しているクラウド上の自動化プラットフォーム、これを他のスタジオの開発に流用しようとソニーが買収したんじゃないかと思います。まずバンジーを取り込むことでライブサービスゲームを大成功させるためにはどういった要素が必要なのか、それを理解する。その上でヘイブンスタジオも持ってくることで、その必要なコンテンツっていうのをどれだけ効率よく出していくことができるか、それをその効率を向上させようとしているわけです。まあなのでバンジーの時にもこの話結構ありましたし、あとはヘイブンスタジオについてもそれ以上にね、これと同じ話がされてて、ゲーム一本のために買収するのかとか、ヘイブンに至ってはゲーム一本も出してないスタジオをなんで買収するのかっていう風な話がちょいちょい出てきていたんですけども、まさにそれじゃない、そこじゃないんだよっていう風な話で、あくまでもこの買収はそのゲームそのものではなく、ゲームの背景にあるいろいろな技術、ノウハウ、それを手に入れるためのものであるぞというふうな感じで、やっぱり SIE がこれからね、ライブサービスに進出していくことの本気度っていうのが見えてくるんじゃないかと思います。それとこっちはちょっと詳細が少ないので、軽くね、まとめる程度にしておきたいんですけども、同じインタビューの中でこのヘイブンスタジオがマークサンニーさんと協力して何かしらの技術開発を行っているというふうな話が出てきております。で、一応インタビューの中で、それはクラウドとはまた別のことであるぞというふうに言われているので、このクラウド開発プラットフォームとは別で、すでにマークサンニーさんとヘイブンスタジオが懇意にしているというふうな話が出てきていて、まあ一応マクサニさんといえば PS5 のシステムアーキテクトですので、何かしらね、その辺の PS5 の深い知識とかを活用して PS5 にしかできないようなことをヘイブンスタジオにやらせようとしているっていうふうなことだと思います。がそれが何なのかっていうことについては、なかなか教えてくれなかったので、そっちについてはもう少しねじっくり見ていく必要があるなというふうな話ではあると思います。てなわけで SIE のライブサービス展開に向けた新技術のための買収っていう風な話をここまでしてきましたけども、新技術といえば PS5 の爆速 SSD ととある新しいソフトウェア機能、これを同時に利用することでさらに相乗効果が得られるぞっていう風なことを話した動画、ここにリンクしております。ぜひ気になる場合クリックしてください。ではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。